皆さんこんにちは今回は憲法ですね、えー、やっぱり重要な重要なテーマになります大日本帝国憲法とまあ、そのま周りですね、えー、黒田清高内閣のところを見ていこうと思います早速ですが今日のラインナップですまずはまあ、黒田清高内閣のところで伊藤博文が枢密院議長に就任しまあ、憲法のベース作りをした上まあ完全に近づけたと言ってもいいかもしれませんねそしてまあ実際に出来上がった憲法の中身を見ていきましょう近邸憲法主権者天皇の話 いわゆる帝国議会衆議院貴族院の話そしてその議員をどうやって選ぶかという衆議院議員選挙の話さらには外交条約改正の過程のところまで見ていこうと思います <music> はい、それではまず黒田教育内閣なんですが枢密院設置とありますねこの枢密院というのはまず一個前の総理大臣伊藤博文だったその伊藤が 簡単に言ったら天皇と一緒に憲法を仕上げるためにこの枢密院天皇の最高諮問機関というふうな形のものを作りここで憲法の仕上げにかかった憲法の仕上げにかかった天皇臨席のもと極秘に憲法審議ね天皇臨席のもと極秘に憲法審議そして初代の枢密院議長には伊藤博文というのが就任ポイントは天皇と一緒にね極秘にこの憲法を仕上げていったというところになりますこれが枢密院ねこれが枢密院ね いいでしょうか。そして、この後、憲法です。<music> はい、それでは黒田、清高内閣、続き見ていきましょう。1889年2月の11日ですね、まあいわゆる紀元節と呼ばれる党の当時ね、ね読んでいた日なんだけど、大乳抵抗憲法を制定します。 他にも諸法典さまざ、あ、まな法律で出てきますが後に、まあ、日本今ある日本国憲法と比べて、まあ、これ明治憲法といったりする、ね、明治時代に作られた憲法正式には大日本帝国憲法といいます中身非常に重要なので過剰学的にまあちょっと見ていきましょうまずはこれ近帝憲法君主が制定した憲法である反対語はね民が定めると書いて民帝憲法今の憲法は一応民帝憲法という形をとっていて、まあ、それに対して君主天皇が決めた憲法そして 主主権権者は天皇天皇皇です今の日本国憲、ね、まあここでいう主権というのは国政の最終決定権国の政治の最終決定権が天皇にあると今は国民主権だから当時はそうじゃなくて天皇主権だったという違いね。そしてさらにこれは主権者が天皇であるか国民であるかという話なんだけどそれとは別に天皇体権といって天皇が特殊な大きな権利を持っていた。 例えばちょっと細かくなりますがあとで出てくるんだけどね「統帥権とか「まあ、緊急直令」とかその他ありますけど統帥権というのは軍の最高指揮権、まあ、陸海軍のトップが法秘密といって実質上はサポートする形になりますがこういった統帥権も天皇体験の一つそして緊急直令法律を出せない国家が開いてない時には天皇の名前で緊急直令というのを出して場合によってはその法律を変えることすらできてしまうこれが天皇体験。さらに まあ天皇が主権者ならば国民はどういう立場だったかというと国民は親民というふうな形でねちなみにこの親民というふうに呼ばれた国民はこれ基本的人権ってやつあったんかなかったのかって単純に言うとありました。はっきり憲法の条文にねまあこれ自由は書いてあるんですがただし法律の範囲内法律で簡単に制限してしまうことができたんですね。今は原則としてこれ今現在の日本国憲法は法律によって人権制限はできません。 なんだけどこの時代は法律による人権制限が可能だった、まあ、どういうことかというとあくまでも国家が君主が決めた憲法、ね、君主が与えてあげた人権だから、まあ、それを奪うことはできるという概念なんだよね。まあ、こんな形で、まあ、国民の権利はあるにはあったけどその使われ方扱い方が今とは違った現在の日本国憲法とは違った。そしてて国国会会です任政今ははななんとなんととやつ衆衆議議議院院院参当時は衆議院と 前にもちょっと出てきた貴族院というのが、まあ、この衆議院さ貴族院の大きな違いは参議院とかではそれね今はそういう違いないけどこれ衆議院は国民が選挙します。それに対して貴族院は国民が選挙しません。家族議員とか、まあ、細かいこと言うと直選議員ってね天皇の指名、あのー、で選ばれた人とかあるいはこれ多額納税者議員といってたくさんの税金を納めた人とかこういった人たちが衆議院貴族院というふうな形で国会を構成し、まあ、一応この衆議院貴族院が ほぼ対等であったというふうな形。こんなのが。この大日本帝国憲法の基本的な部分で。そして、これが、今の日本国憲法とどう違うかということを強く意識すること。これ、絶対忘れないようにお願いします。はい、それでは、その続き、見ていきましょう。二番、三番とあります。黒田内閣ですが、皇室典範、衆議院議員選挙法。これはですね。その前のところで、ここ、一番。 89年2月の11日の一番として大日本帝国憲法を制定そして2番3番同じ日なんですねこの大日本帝国憲法と同時に皇室転半と衆議院議員選挙法がでこの皇室転半というのは皇室法と書いてあります。いわゆる 誰がが後を継ぐののかみたたいいいいなねそういっこことについて書いてあるものこれが皇室例えば子供なのか弟なのかとかいう皇位継承順位とかねあるいは細かいところでは一回亡くなっていた殺生のせいとかがここで復活したりとかそういうこともあります。そして衆議院議員選挙法制定これはこれさっきやった国会議員を国民が選ぶ衆議院議員を、ね、帝国議会議員これを誰が投票できるのか。 今でいう公職選挙法なんて法律にあたるんですが当時は20歳以上じゃないんだよね、えー、男女誰でもじゃないんだよね直接国税15円以上納める25歳以上の男子のみまずこれ覚えちゃおう直接国税15円以上納める25歳以上の男子のみ直接国税15円以上納める25歳以上の男子のみで、直接国税っていうのはこれ、まあその名の通り直接の国税なんだけどこれで15円を納めてなきゃいけないあのさあ例えば この時投票できる人誰でしたかうと税金をダメです直接国税とぶなきゃダメですなんでかというと間接税とかあるからあるいは地方税とかいろんな種類の税金があるのねその中で、ね、直接の国税っていう種類のものだけまあ、例えば地租とかがその具体例なんだけどこれだけで15円以上収めてる25歳以上の男子のみ 女子はどんな税金を納めてもダメでこの直接国税15円以上を納める25歳児の男子がじゃあ実際どれぐらいいたのかというと大体いいね、まあ、比率でいうと全人口の何パーセントでしょうかそう 1.1%11 じゃないよ 1.1%100 人に1人ぐらいなんですよ相当少ないまあすんごいお金持ちと。 いいうぐらいでしょ、だってこれだけたくさん税金を納められるぐらい稼いでないといけないんだから、ね、あるいは財産がないといけないんだからね。ということで、まあ、こんな税金なんかを納められるぐらい100人の1人の大金持ちでこのあとさ国会が、まあ、国会議員選ばれると出てくるけど選挙して その金持ちから選ばれた人では実はということはちょっとイメージ忘れないようにしておいてくださいこれがこの当時一番最初の衆議院議員選挙法のまあ規定投票権の規定これどんどん変わってきますけど最初の段階これどうしても覚えてほしいんですね ははいいそそれではその黒田清高内閣最後外交を見ていくことにしましょう、まあとはいっても条約改正の続き前の伊藤博文内閣の時の外務大臣は誰だったっけあれが井上でそれに続いて黒田清隆内閣では大熊重信が外務大臣となるで国別秘密交渉、まあ、今まではもうたくさんの国集めてねアメリカさんイギリスさんフランスさんって一つのテーブルでみんなで話し言うようなそんな感じだったのが国別に。 日日日本本本とととアメリリカ、日本とイギリス、スフランス、ねまあ、これ指しで話し合っていく方が話は進みやすい時もあるそしてまあ妥協案として覚えてる外国人判事ってやつを裁判所で任用する使おうとしただけど国内からの反発も大きかったかといって外国人からすればさ外国人の裁判官が裁判してくれればそれはわけわからん裁判にならないと安心でもあるよねまあ妥協案じゃないんだけど外国人判事を大審院に限定して認めようなんてことになりました。 大審ってなんだっっけ大審ってこれは今の最高裁判所大阪会議ってやつのあとで作ること決定されてましたねその大審院オンリーだけど大審院限定だけど外国人判事裁判官を認めようとまあ全部のね裁判所みたいな感じでその前の井上薫の時はやってたけどまあ最高裁判所だけだからねから外国人も何かあったらこの大審にまで上に訴える。 三制みたいな感じでね上に控訴上告みたいに今で言うさ訴えて最後に外国人の裁判官がいればいいだろうなんつって話がまとまるかもしれない進んでたんだけどこれ内緒で内緒緒でにに秘密に交渉してたまあどんな交渉も前回の井上,上がそうだったようにこれ途中でああだこうだ文句言われて潰れちゃうことがあるから内緒に内緒にしてで全部終わった後にさあその次ってねそんな風にしなきゃと思ってたのに。 イギリスの方から漏れちゃったみたみいイギリスのロンドン・タイムズなんて新聞にこの内容がバばれちゃって、まあ、それでもまだ日本妥協してる外,外国人の裁判官を大臣院オンリーと言ってもこうやって妥協して認めようとしてるキャシカーンって攻撃されなんと右翼に実際にこれ爆弾投げつけられて大隈重信は重傷を大けがをなんてことになってもうこれ外務大臣なんか勧められるような状況じゃありませんもう条約改正交渉は中止。 結局ねうまく行きかけたんだけどどうにもならないまま終わってしまったここのね内閣のところではその条約改正交渉はそれっきりになってしまったということになりますはいそれでは最後練習入れていってしまいましょうまいります頑張るぞまずいきましょう1888年天皇の最高諮問機関として何とかが設置され何とかが隅住議長に就任とありますね天皇の最高諮問機関諮問というのは 相談したり、意見を求めたりすること。まあ、憲法が出来上がった後も、まあ、この枢密院というのはずっと残っていくんですけれども。これが、もう言っちゃったけどね。枢密院。そして、何とかが枢密院議長に就任と書いてありますね。これが、枢密院議長に就任ですから、伊藤博文。伊藤博文は初代総理大臣。そして、初代枢密院議長とかもやってるんですね。 からその下1889年何月何日に何とかが発布とありますからこれは年2月の11日そしてまあ天皇主権天皇体権市民の権利任制ですからこれは大日本帝国憲法。 家族に明治憲法と言ったりしますが、ちゃんと第24抵抗憲法を書けるようにはしておいてちょうだいね。それからまあ、天皇主験、天皇大権、体験、市民の権利衆議院となんとかの任意性、今ないね。単語をここ入れるようなまあ、現在は参議院となりますけど、貴族院ってありません。まあ、現在の参議院との違いもお話をしましたね。ポイントは国民から選挙で選ばれてない人たちということでした。そして、衆議院選挙法がこれ設立され、選挙権はもう覚えてね。 直接国税15円以上納める25歳以上の男子に限ると、ね、もうこれ一行ワンフレーズ丸暗記してしまうぐらいがいいかなとも思います。はいということで憲法第2の抵抗憲法を見てきました。もう 信じてください大事事事ですから、まあ、時事問題時事ネーターとも絡みねどうしてもやっぱり憲法絡みというのは頻度は絶対に高いと大きな重要なテーマだということでキーワードは日本語憲法現在の憲法とどう違うか同じとかやってもしょうがないですから現在の憲法と違うところを中心にしっかり日本語憲法はこうだけど大脳天候憲法はこうみたいなね区別をしっかりするようにして復習をお願いします。